料理でよく使う一つまみと少々、その違いは使う指にあったとご存知でしたか？おいしいお肉の仕上げに塩を少々、枝豆やポテトフライに塩を一つまみ、料理でよく使う少々と一つまみ、皆さんこの違いって知っていますか？一つまみは一つまみつまんで、少々は少々、2回ぐらい、全然わかんないです、考えたことない。一つまみだとこう指2本2本ですね。少々っていう方が多少多いのかなっていう感じはするんですけど、はい、一つまみは本当にもう一つまみ、その時に気分によってすごい変わるかも。私は一つまみの方が多いと思う、自分としては。量の違い、塩を振る回数、それとも気持ちの問題、少々と一つまみの違いって何でしょうか？大手食品メーカー味の素で食や料理の情報を発信する料理好きの広報、滝本さんに教えてもらいました。塩少々と一つまみ、その違いは使う指が関係しているんです。あ、そうなんですね。あ、全然知りませんでした。主婦も驚いた。使う指が関係している料理の少々と一つまみ、それぞれどの指を使うか分かりますか？さまざまな料理に使われるのが塩少々や塩コショウを一つまみという表現。料理番組ではよく聞きますが、それはどの指を使いどのくらいの量なのか。大手食品メーカー味の素で食や料理の情報を発信する料理好きの広報、滝本さんに教えてもらいました。その違いは使う指が関係しているんです。塩少々は親指と人差し指の指2本で、一つまみは親指と人差し指、さらには中指を加えた3本で、測った分量になります。少々と一つまみの違いは使っている指の数でした。少々とは親指と人差し指の先でつまんだ分量で、およそ 0.6g、 小さじ1/8分の1程度です。一方、一つまみは親指、人差し指、中指の3本でつまんだ分量で、およそ 1g、小さじ5分の1程度の量なんです。倍違うんですね。随分違いますね。あ、じゃあ今までなんか多分お料理の本とか見てやるときすごい適当だったかも。すごい入れてたかもしれない、少々で。ただ味の素の滝本さんはあくまでも目安にしてほしいと言います。塩一つまみだから多すぎてしまったっていうことをあまり考えずに、もうご自身の感覚で塩を入れて、足りなかったら足す、多すぎたら次回減らすっていうことを意識いただければなと思います。少々は親指と人差し指の先でつまんだ分量、一つまみは親指と人差し指と中指でつまんだ分量でした。何十でも間違えてました。今日から心を改めてみんなに教えて、これとこれで自慢したいと思います。はい、そして少々と一つまみ、使う指とその量の簡単な覚え方も教えてもらいました。3本指一つまみで 1g、 その半分が2本で少々というふうにしますと覚えやすいということでした。